ジョバンニ・バウサンとは、イタリア海軍の初の防護巡洋艦で、同型艦はない。設計者は、ジョージ・レンデル。砲艦に巨砲を搭載する、レンデル式砲艦で、名が残るジョージ・レンデルの設計によりアームストロング社で、防護巡洋艦、エスメラルダの寄港が発表されると、当時の日本と同じく海軍の班をイギリスに取っていたイタリアは、同型艦一隻を同社に発注し、日本も浪速型を手に入れた。本艦の建造は、エルジック造船所で行われ1885年に竣工した。これが本艦で、本艦はアドリア海を挟んで対峙するオーストリア・ハンガリー帝国海軍の防護巡洋艦に対抗して、アームストロング社に発注された艦である。船体形状は小型の船体に巡船艦級の主砲を積む関係から、水面から艦舷が低い平ら甲板型船体となっており、同時期にイギリスで建造された大日本帝国海軍の防護巡洋艦、浪速型に似た艦姿である。艦の構造を全部から記述すると、水面下に昇格と 35.6 センチメートル、水中魚雷発射管1門を内蔵させた、艦首甲板上に、主砲の 25.4 センチメートルライフル砲を、基部のみ装甲で覆う、露砲塔に1機が配置され、その後方に単脚式の全部マストが立つ。その後方から、上部構造物が始まり、司令塔を組み込んだ両脇に、船橋を持つ操舵艦橋が立つ。船体中央部に日本煙突が立ち、その周囲にはキセル型の通風塔が立ち並び、空いた場所は関西艇置き場となっており、関西艇は2番煙突後方のグースネック型、クレーン1機により運用された。左右の舷側に張り出しが設けられ、そこに副砲である 15.2 センチメートル速射砲が棒立てのついた単装砲がで等間隔に、片舷3機ずつ、計6機が配置された。後部マストで上部構造物が終了し、その下の後部甲板上に2番主砲塔が1機配置された。主砲はアームストロング社製 25.4 センチメートルライフル砲を採用した。この砲をフード付き露砲塔に収めた。そのバーベットの装甲は厚さ 51mm で砲身の装填、回転機構を覆った。砲身の旋回角度は240度であった。副砲として 15.2cm 速射砲を単装砲がで6機、近接戦闘用にフランスのオチキス社製 5.7cm 速射砲を5機、3.7cm5 連装ガトリング砲を5機搭載した。他に対海攻撃用に艦首水面部に 35.6 センチメートル、水中魚雷発射管を1機と 35.6 センチメートル、水上魚雷発射管を2門装備した。ありがとうございます。